はい、ビットコインが500万円になりまして、それからこれがね1000万円とか1億円の方に向かうんじゃないかなというふうな予測が数々あります。これはあながち変な話ではなくて、テスラモーター自身ですね、この400万円とか450万円ぐらいでビットコイン購入してるわけですよ。でここで購入に踏み切ったということは、今のうちに買っておくと将来の値上がりに向けて得だと思ったからなんですよね。まあ、ですんでこの400万500万が天井だと思ったらテスラモーターだって買わないわけですよね。まあ、ですんでそこには私たちよりももっともっと精緻に組み上げられた金融に対する予測があったと思うんですよ。もちろん法的な整備とかも考えてのことでしょう。ビットコインが規制されたりとか、ビットコインを持つことによって不利になるってことをね、考えてしまえば、それは株主の訴訟にもなってしまうわけですから、そういったことを考えるとかなり緻密にテスラモーターはねビットコインを買うための決断をしたと思うんですよ。でプラスアルファですね、テスラモーターは他の暗号通貨アルトコインも買うというふうに言ってるわけなんですよね。ということは今度ビットコイン以外のアルトコインにテスラモーターはじめ他の会社も買うかもしれませんけども、そこに大きな資金が流入するとしたら、今のうちに少額でもいいから買っておこうという形でアルトコインをね全体的に少しずつ買ってしまうのはあり得る話だなと思うんですよ。これは我々の立場ですよ。私も各有ね、私もアルトコインいくつか目星をつけたのを、これを買うんじゃないかなっていうのをね何点か買ってるわけなんですよ。だからそういった考えの人がやっぱりたくさんいるんで、全体的にアルトコインの値段上がってるんだろうなと思いますよね。そしてビットコインに対してもそうです。ビットコインも今のうちに少し買っとこうかなというふうに、やっぱりね有名人が買ったりとか影響力のある人が買うと追随買いってのが起きるわけなんですよ。それによってしばらくはまたね上昇基調に入るんじゃないかなと思いますね。暗号通貨全体的にはこういうことが言えると思います。でビットコインについてはこれはまだまだね値段駆け上がるでしょうね、もしかしたらテスラモーターこの車を買うときに、たまたまビットコインを昔所有してた人が1ビット、たった1ビットあるだけでもうね、テスラモーター買えるんじゃないかなってところまで近づいてきたんじゃないかなと思うんですよ。テスラモーター今1000万円ぐらいですかね。私が知ってるのはね1000万円ぐらいだと思いますけども、2ビットで買えるわけですよ。これはね、あれいつの間にか買えるようになっちゃったなって人が今日この瞬間結構いるんじゃないかなと思いますけども、あなたはいかがでしょうかね。投資は自己責任で、リスクヘッジを忘れずに。それではいってらっしゃい。